僕の声君届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光アリビラ他各社の提供でお送りします。おかえり、今日は何して遊ぼうか、空にはお日様、僕らのことを待って2017年11月9日木曜日、観光情報番組読谷ラジオ、本日ナビゲーターを務めますのは、はじめちゃんこと山内はじめでございます。皆様おはようございますね。すっかり、秋らしくなったと言っていいですね、本当に。私今日のねはちょっと厚手というかね、まあ長袖を着ておりますね。ちょっと朝はねやっぱり肌寒い日がね、なってきてるということでね、ちょっとね寒いのはね、実は苦手と言っちゃ苦手なんですよ、ね。本当はね苦手なんですけど好きなんですよ、ね。好きと苦手がね混在しないね私でございますが、まあこういう時期がね一番ね昔から好きでっていう感じでございますね。11月9日ということでね、久々に今日は何の日という形で皆さんにちょっとご紹介したいと思います。11月9日まあね、イモーニングの方でもね先ほどの番組でもねちょっと話があったかもしれませんが、11月9日が防災でしたね。どこ行ったかな、すいませんね、ちょっと調べてたページが消えてる、ね。防災と、まあ火災とかね発生しやすい時期ですのでね、まあ、その、防災意識を高めるための運動というのがね、今日から1週間全国的にね開かれる日になっておりますが、その他にもねたくさんねあるんですよ。で、まあ、11月9日というわけではなくてですね、たまたまなんですけどこの第2木曜日、ね、11月の第2木曜日、ちょっと面白い日になっているそうです。ギネス世界記録の日ということでございます。毎年11月の第2木曜日はギネス世界記録の日ということです。ギネスワールドレコード社がですね、2005年に制定、ね、世界各地でですねこのギネス世界記録に挑戦するイベントがね行われるということでございます。これ知らなかったですね。まあこういう日にねまあ何か大きなイベントっていうのをね、やるっていうのをね、まあ大体この時期にねなんか聞くかなっていうふうには思ってはいたんですが、あこういう意味があったんだなというふうにね私ねちょっと調べてて、知りましたね。
ギネス世界記録の日でもあるということでね、本日各地でねちょっとイベントあるかもしれませんね、どんな世界記録に挑むんでしょうか皆様ね。まあ、ここ読谷村でもですね、まあ、世界ギネス記録とはね、いかないですけどね、さまざまなね、イベントなどね、また開かれるということですのでね、まあ、開かれるということですと言っては変ですけど、まあね、開かれたりしてますのでね、まあ、各ね、その情報を皆さんにお伝えしていこうかなと思いますよ。本日ナビゲーターはじめちゃんです。1時間よろしくお願いします。さあ本日のドライビングナンバーでございますが、まあ、秋ということでね、この方の曲でぴったりの曲見つけたのでね、お届けしたいと思います。川口京子さんで秋のエピローグ。
本日お届けしておりますドライビングナンバーは川口京子さんで秋のエピローグでございますね。川口京子さん、まあね、読谷村ともね、関わりが深いアーティストの一人でございますね。まあ楽曲の方もね、されているね、ウチナーテンプス読谷っていうのもね、まあ、歌っていらっしゃるね、まあ、読谷村のね平和コンサートにもね、出演されていたこともありますのでね、ちょっと本日はしっとりしたね一曲お届けいたしました。それでは続いてお天気です。それでは11月9日本日の、ね、天気概況お天気皆様にお伝えしましょう。沖縄本島地方の沿岸の海域では、波が高くなっております。海上や海岸付近では9日昼前まで高波にご注意してくださいとのことでございます。結構ね、波が高くなっているということですのでね、まあ、沿岸、ね、海岸ね、出かけるとかね、ちょっと行くよっていう方ね、観光客の皆様気をつけていただきたいなと思います。本当中南部のですねお天気ですが、北東の風やや強く曇り、昼過ぎから晴れということでございます。波は 2.5 メートル後2メートル、ね、まあ、数値的にはちょっとね、まあ、それほど高くは感じないかもしれませんが、まあ、風の向きとかねになってそれ以上になる可能性もありますので十分ご注意いただきたいなと思います。降水確率は、終日 10% ですね。日中の最高気温、27度でございます。まあ、日中になればね、まあ、気温がまた上がってくるということでございますのでね、ぜひ、来ていただきたい、まあね、楽しんでいただきたいなと思いますが、私の目の前にですね、見慣れた顔がね今、ちょっと いましたね。FM ユーターのパーソナリティの方でございましたね。まあね、わざわざ手を振って、来られていました。ありがとうございました。ですね、はい、以上お天気でございました。はい、この番組はですね、この番組はですね、皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスがですね、 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp でございます。懸命にですね、読谷ラジオあるいは読みラジはじめちゃんでもいいですよ。打っていただければですね、見つけやすくなりますのでね、懸命の方に、まあ、いずれかを打っていただきたいなと思います。読谷ラジオあるいは、ね、はじめちゃんでいいですのでね、ぜひ、まあ、打っていただきたいなと思います。もう一度言いましょうね、 FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp でございます。まあね、いろんなメッセージあると思いますのでね、ぜひ皆さんからさまざまなね、メッセージお待ちしておりますね。やっぱりですね、最近思うんですけど、朝がね、口が回らなくなってきている、ね、ちょっとね、もう一度、筋トレ、口の筋トレからちょっとね、また、やりたいなと思う今日この頃でございます。さて次のコーナーは、読谷なんでも調査団のコーナーでございます。本日はですね、私が気になった施設のあるものを、あるものの数と言っていいですかね、を調べてまいりましたね。一体どこかというのはね、まあ次にのコーナーで楽しみにしていただきたいなと思いますので、またチャンネルそのままでお楽しみいただきたいなと思います。それでは一旦 CM です。
読みたん、なんでも調査団。読みたん、なんでも調査団。どこにでもある、でもそこにしかない、読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読みたん、なんでも調査団のコーナーでございますね。今日は糸村さんね、糸村おじさんのバージョンでございましたね。私もね、全部ね、まだ聞けてないのでね、誰が声を担当してるのかね、ちょっと楽しみにしながらね、番組進めてるんですが、さて、本日皆さんにご紹介するのはですね、こちら紫村の自動販売機の数、私調べてまいりました。結構ね、敷地が広い分ね、多く数があると思うのですが、一体いくつだと思いますか皆さんね。まあ答えはね、聞いた後にっていう形でちょっと発表したいと思いますのでね、それでは早速聞いていただきたいと思います。ではどうぞ。Thank you.
はい、お聞きいただきました。ね、さまざまな地点にあるんですかね、全部が全部ね、ちょっとこの中に入れると入れちゃうととんでもない時間になってたのでね、ところどころカットしておりますけど、ですね、まあ結果何台あったかというとですね、私が確認しただけですかね、ね、私がね、10月のね時点で、末時点で確認した数字は18台でございましたね、まあですがこれ本当に当たってるかっていうのはね、やっぱり確認しないといけないじゃないですかね。なのでその確認もね、私してまいりました。この方に聞いてまいりました。お聞きください、どうぞ。はい、お聞きいただきましたね。まあ紫村さんがね、まあ、所有するね台数っていうのはまあ8台ということでございました。まあね、園内他にもね、あったんですが、まあそれはね、まあ別ということでね、実際は8台ということでございましたね。ちょっとね、まあカウントしてて、思いついたってね、ちょっと気になったところね、私が調べたんですがね、意外な事実が判明しましたという形でございましたね。まあこういう形で、意外な発見があったのはね、とても面白かったなって私個人は思いましたが、皆さんいかがでしたでしょうかね。また正面のね、私が今いますサテライトスタジオのね、左隣にまあねになるんですけどね、自動販売機ね、4台ぐらい置かれておりますがね、そちらがメインのコーナーということですね。本日も修学旅行生のね、皆様ね結構いらっしゃるみたいですが、ね、まあ、夏場になるとやっぱり水分補給の呼びかけという形でですね、まあご利用くださいという案内をかけているということでございますのでね、まあその甲斐もあってか、やっぱりまあ入り口ですからね、行き帰りでね、まあ、購入される方が多いということでね、やっぱりこっちが一番いいよということですね。純さんのおすすめも炭酸系というふうに、ね、種類も豊富でございますのでね、ぜひねどんなものがあるかとかね、皆さん見ていただきたいなと思いますのでね、ぜひそちらも、ね、見ながら一度ね、見ながらこちらね園内入ってこられてみてはいかがでした、いかがでしょうかね。本日お届けしたのは紫村の自販機っていくつなのでした。
ホテル日光アリビラインフォメーション。太陽と自然の楽園ホテル日光アリビラ、笑顔がこぼれる特別な時間、自然を感じ自然を遊ぶアリビラの楽しみ方をご紹介いたします。ということで木曜日ね、ホテル日光アリビラさんのですね、インフォメーションコーナーでございますが、本日はですね、何かいつもと違うお方がいらっしゃっておりますのでね、ちょっとお声聞いていただきたいと思います。ではお願いします。おはようございます。ホテル日光アリビラマーケティング課の永和と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。永和さん、初めましてですね。そうですね、初めてですね、はい、マーケティングということで、はい、いつも来てる谷津具の、はい、女子そうです、ね、谷津具さんの、ね、女子になるということで、永和さん、私はね、初めましてですが。そうですよね。こちらの番組には何回か出てらっしゃるということ。そうですね、昔はもうずっと出てたんですけど、あのバトンタッチしてから、まあ、谷津国を任す気でたまにのピンチヒッターで来させていただいてますね。ちなみにいつぶりぐらいですか？3週間ぶりぐらいですかね。3、4週間ぶりぐらい。まあでもその3週間ぶりっていうのもまたさらに久しぶりだったので、あ、はい、だからもう本当1年ぐらいもうずっと出てないような状態だったので、はい、もう本当にたまに月に3ヶ月に1回ぐらいのペースぐらいで。あ、なるほど。それでしたらね、ちょっと私も初めましての感がありますね。なかなか、はい、まあ、担当するのが、不定期ですので、はい、いろいろなナビゲーター入れますのでね、今後もよろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。さて、はい、本日永和さんを、ね、はい、お迎えしての、まあ、このインフォメーションになるんですが、はい、本日はどういった内容なんでしょうか？そうですね、冬のイベントを少し紹介したいなっていうところで。冬、まあ、そうですね、はい、もう冬ですからね。そうなんです。うちがですね、イベントの周期を、普通4期ですよね、4シーズンって言われてる、ね、シーズンに春夏秋冬と、はい、うちですね、ちょっと秋を外そうかなと。秋のシーズンっていうのは意外とまだ夏なんじゃないかなみたいな話になって。沖縄らしいですね。そうですね、沖縄らしい考えということで夏からもう一気に冬に行っちゃおうというので、この11月から、来年の2月までを一つの冬の期間というところでのシーズンくくりにしててですね、で、3月から3、4、5、6、4ヶ月間を春と。春、はい、で7、8、9、10、10月までを夏というふうに区切ったイベント展開をしていこうということになりましてですね、早速今度の11月がその冬に当たるということで、はい、なるほど、まあ、4ヶ月計算ですね。そうですね、4ヶ月計算で、はい、まあ、ただ初期、はい、お食事関係はね、はい、やっぱり特に和食なんていうのは秋の食材っていうのが重要なの で、 そ、 うですよ、ね、そこはもちろんちゃんと秋の食材と秋の風味をちゃんとお召し上がりいただけるような形では展開していくんですけれども、イベントに関しては今の周期を考えています。あ、ね、イベントと、まあ、お食事がちょっとそうですね、連動、いや、一部連動してるところあるんですけどね、はい、はい、まあ、でもね、珍しい、まあ、でも沖縄ならではの考え方といってはね、そうだと思いますので ね、 そうですね、まあ、はい、もうこの時期からは冬、そうなります。冬のイベントは、ね、いっぱいありますのでね、はい、今回ですね、タイトルを決めましてですね、タイトルがあるんですね、はい、ホームページ見ていただくと分かるんですけれども、ラス・ルセス・フェリス、ようこそ光あふれる幸福のヴィラへというタイトルになってまして。すごいですね、かっこいいですね、はい、ラス・ルセスっていうのはですね、スペイン語で光、まあ、たくさんの光っていう意味なんですけれども、はいはい、そこにフェリスっていう幸せという言葉をつけた、言葉なんですけれども、ようこそ光あふれる幸福のヴィラへというのがですね、今回11月のからのテーマという中でやっていくと、はい、ということは幸せになれる。そうです、アリビラに来ていただければ、幸せになれると。ではちょっと具体的にそうですね、例年やっているパティオの、イルミネーション、あ、イルミネーション、はい、これはもう10月からスタートしてて、今もうかなり、
のコスをもう設置しましてですね、パティオでのイルミネーションはご覧いただけます。これは中庭、そうですね、中庭の方ですね、はい、もう入ってすぐ中庭出るともうパティオが色づいてますので、はい、すぐ目の前ですからね、はい、入り口入られたすぐ目の前に中庭が見えますので ね、はい、まあ、でよく入って正面に噴水があるんですけれども、はいはい、 あれをですね12月、1日からですね、あの通常だとあのこういうでっかい、ま、あのマザーツリーが立ってるんですけど、はいはいはい、クリスマスの時期に合わせて、はい、それをですね今度プールサイド の噴水やるの分かります？プールサイド、はい、あ、ちょうど階段降りてた噴水が、はいはい あ、 ね、あそこに今度マザーツリーを置いて上が開いたじゃないですか、もう開いてますね、開いたところにちょっとしたちょっとあのサプライズ あのイルミネーションを設置しようかなと思っています。今年は例年と違ってそうです別バージョンになってると、はい、まだこれ誰にも言ってないんです。 FM 読谷さんだけです。いいですね、この番組聞いた方じゃないとねゲットできなかった情報ですよ。そうですそうです、ね、あの12月からまだ告知してなくてですただ告知遅れなんですけどね。あ、まあ、はいはい、この番組で初めて、そうですね、で、まあ、あの一応予定になっててですね、そこにちょっとしたアクセントを盛り付けてですね、まあ、その周辺にある木もですね少し色つけようかなというふうに今考えておりますので、まあ、ちょっと12月以降になっちゃうんですけどね、はい、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。まあ、でも12月って言ってもねすぐですからね。そうですね、ちょっと1ヶ月後、まあ、1ヶ月を切ってますからね、はい、あと3週間ぐらいではそうなんです、まあ、そのイルミネーションが見られるかもっていう形ですから、はい、まあ、一応そういった、はい、イベントをですねこの後用意しておりますので、はい、ぜひご期待いただきたいなというのと、はい、あと先日ですねちょっと初めて行ったんですけれども、イジャイってご存知ですか？イジャイ？イジャイ、すみません、イザリ、イザリの方が分かりやすいですかね。イザリ、すみません、夜の潮干狩りっていう、あ、はい、沖縄に昔からあるらしいんですけれども、まあ、今ね夜撮っちゃダメですけどね、はいはいはい、夜の潮干狩りみたいなものをイジャイっていうんですけども、でそれをアリビラのプログラムの中の一つにちょっと組み入れようかなと。ただ、潮干狩りではなく観察ですね、海の観察、ただ夜の海の観察なので日中の観察は結構あるんですけれども、夜にやる海のこう観察をするプログラムになってます。なかなかないですよね。そうですね、スタートが11時ですからこれは夜の11時から、はい、夜の11時からスタートするイベント、イベントっていうかそうプログラムメニューになってます。これはすごいですね、はい、実際ね潮干狩りっていうと日中の潮が引いた時と、はい、大体春先から夏にかけては日中が一番引くらしいんですよね。うん、ただ冬はですね夜に潮が引くらしいんですよ、すごく。でしかも満月の夜はさらに引くと。あ、はい、だからうちのこのイジャイは満月の夜だけの開催っていう、またね、はい、綺麗なシチュエーションを ね、セッティングしていますね、はい、これがですねだから少ないんですよ回数が。だいたい今目安として何回ぐらい、ですね、今4回の設定で今回やるんですけれども、11月の4日はもう終わっちゃったんですよ。あ、もう11月の4日で1回だけ開催しました。はい、で次が12月の3日と次がですね1月の1日お正月ですね、お正月元旦にやりますと、1月の30日この4日間を今予定しています。やっぱり結構空きますね、日数がね。そうですね、満月ということで、はい、まあ、月に1回あるかないかぐらいですからね。そうですね、一番白の引いた夜にですね、まあ、満月が出たら最高なんですけどね。そうですね、ちょっと雲がなくてね、はい、綺麗に満月も見ながらという形の こんなイメージ、もうホームページ見ていただくと分かるんですけれども、あ、綺麗です。これね、ぜひね皆さん一度ホームページ見ていただきたいと思います。本当にね今ちょっと、見せていただいてるんですが、これ綺麗ですよ。こんなイメージになると思います、ね、写真とか、ね、撮られてる趣味の方とかは、ね、最高の夜景とか、ね、まあ、この風景撮れると思いますので、ね、ぜひこちらチェックしていただきたいなと思います。12月の3日と、そうですね、一番近いのは、はい、1月の30日、ね、はい、まあ、来年もやるということですので、ね、はい、これ聞いてちょっと
今回できないという人もね、また来年の1月1日、まあ、1日だったらね、お正月で。あ、来年は分からないです。あの日、その月の、周期に合わせていくので、あ、まあ、どこになるかちょっと変わるかもしれないですけどね。まあ、今年度のものには一応この予定で、ね、この予定で、はい、行きますので、またね、好評だったら来年もやると思います。長尾さんだったらやりますよ。そうですね。多分一回やった時もう前回やったんですけども、はい、すごい評判良かったらしくてですね、はい、これはいいですね。ただちょっとお子様がね、この時間なのでちょっと、できないんですよ、はい、大人の方だけの大人の、はい、夜の、海の、潮干狩り、潮干狩りって言っちゃいけないか、観察ですね、観察、夜の海の観察と、ね、まあ、はい、まあ、カップルなどね、あ、いいかもしれないですね、ちょっと、まあ、夜、まあ、ホテル、ね、雰囲気でね、いい雰囲気で、外出てちょっと綺麗な満月を見ながら、ね、はい、ちょっと潮の音を聞きながらですね、はい、これは最高の、ね、シチュエーションになりますのでね、はい、ぜひこちら、まあ、お問い合わせいただきたいと思います。そうですね、いよいよ役になりますのでよろしくお願いいたします。こちらの予約番号は代表番号の方でよろしかったんですかね。そうですね、代表に連絡いただいてエデュテイメントルームの方にですね、おつなぎさせていただきますので、維持合いのご予約と連絡いただければ、はい、対応させていただきます。はい、お電話番号 982-9111 ですね。ごめんなさい、あ、違うんですか。こちらですね、宿泊者のみなのでお泊まりいただくということがまず大前提です。だと、あ、これはね大変重要な前提条件ですね。そうですね、まあ、お泊まりいただいている、ね、で方で、ね、というご宿泊の方ということで、ね、ただ地元の方も全然泊まりいただいて、もう、ね、はい、ね、もうぜひ参加いただきたいなというプログラムなので、ぜひ紹介していきたいと思って、ね、ぜひね、はい、弓田さん訪れた際にね、有部さんにお泊まりいただいて、このイジャイの観察見ていただきたいと思います ね、 そうですね、はい、その他にも、はい、あとですね、今回あちょっとこれ光のイベントとは違うんですけれども、はい、何でしたっけ、自転車で切るやつ、ストライダーエンジョイカップ、ストライダーエンジョイカップ、はい、はい、ずっとやってるんですけれども、また今年も12月の10日に開催予定となっておりまして、はい、2歳から5歳までのちびっこライダーたちがですね、自転車を蹴って、進んでレースをするストライダーエンジョイカップがですね、まもなく、エントリー終了というところに来ておりまして、期限はいつですか。はい、エントリーがですね11月の13日、13日ということはあと4日ぐらいですかね。はい、月曜日、失礼しました、 JAL パックの先行エントリーが13日までと、で通常のエントリーは14日、火曜日まで、はい、行っております。来週の頭ですね。そうですね、ちょっと申し込みが締め切ると、はい、いうことでね、いよいよ、ね、はい、もう結構そう大人気のイベントになってまして、エントリー数もかなり増えてきてはいるんですけれども、まだ、はい、予約できますので、若干空きがあると、はい、いうことですのでね、はい、どしどし、まあ、小さなお子様たちの、ね、まあ、思い出にもなると思いますのでね、はい、どん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 これ申し込んでいただきたいなと思います。そうですね、もうちょっとね、お話伺いたいんですが、はい、ちょっとそろそろ時間ということで、あ、また ね、 ね、はい、奈々さんと話初めてね、私話しましたけどとてもね、さすがね、もう大塚さんの先輩ですね。あ、本当ですか、ね、もう番組経験されてたということで、皆さんとても聞きやすいね、案内だったと思いますので、またねぜひ来ていただきたいと思います。はい、またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、本日ゲストに、長尾さんお迎えして、アリビラインフォメーションお届けいたしました。Thank you.
戦争レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会三女会員の FM 読みたんがドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップのコーナーでございます。レンタカーご利用の観光客の皆様、沖縄ドライブマップお持ちでないですか？まだ見てないというあなた損してますよ。ぜひね、こちら今手に取って見ていただきたいと思います。沖縄のね、観光情報はもちろんのこと、お得なクーポンね、特典クーポンもついております。またね、交通情報などね、読谷村のね、あ、失礼しました、沖縄県のね、交通などね、情報など様々載っておりますね。細かくまたエリアに分かれてね載っているマップもございますのでね、近く通る際のエリアね、こちらご確認いただいて、ぜひ運転していただきたいなと思います。まあ、もうこの中にもね観光地の情報いっぱいありますのでね、読谷村はですねページの18ページございます。あとですね22ページもね、私の FM 読谷のスタッフがね、読谷村の各スポットご紹介しておりますのでね、こちらもねご参考にしながらですね、旅行観光していただきたいなと思います。またこの読谷村を訪れた際にぜひ皆さんにね受け取っていただきたいのがですね、読谷村ウェルカムプレゼント読谷オリジナルティッシュボックスケースでございます。こちらどうやって受け取るかというとですね、読谷村の FM 読谷地域振興センター3階にございますがね、そちらに来ていただいてこの沖縄ドライブマップを持ってきていただくだけでございますね。遊びに来てください。そしたらね、非売品のオリジナルティッシュボックスケース、ね、読谷村のパワーアップキャラクター読谷が描かれたねティッシュボックスケースもらえますのでね、ぜひ読谷村お越しください。以上、ラジオドライブマップのコーナーでした。観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時50分を回っております。すいませんね、ちょっとメールの方をチェックしていただいて最近ね、ピントが合わないというかね、目がしょぼしょぼする現象がね頻繁に起こっていて、ね、なかなか物が見えなくなってきてる、ちょっとね、お年頃でございます私はい、ですね、ちょっとメッセージが来ているかとね見てたんですがね、すいません、ちょっとね焦点が合わなくて今見えないということでね、ちょっとまた次回以降ね届いてたら読みたいと思います、すみませんですね、本日ね皆様にもね結構さまざまな情報をお届けしましたが、いかがでしたでしょうかね。まあ先ほどね、長尾さん喋っていただいたイルミネーションなんかね10月から始まってるということですのでね、ぜひそちらも、まあ村内の方でもね、村内の方でももちろん楽しめますしね、こういうのはね、またイジャイね、私ちょっと知らなかったですけどね、もうちょっと勉強しますね、イジャイってなんかの観察ね、あ
と3回ですね、あと3回予定ということですね。それに合わせて、まあ、11時からの大人のイベントということですのでね、ぜひそちらも楽しみにしていただきたいなと思います。まあ、その他にもね、私がねちょっと今回長期で調べたね、紫村の自販機長期だったんですよ、ね、読みラジのね、取材時間に関して換算しつつれば結構ね、時間がかかったものでございますのでね、まあ皆さん楽しんでいただけたかなと思いながらね、思いますが、ね、本日お届けしてまいりましたね、観光情報番組読谷ラジオね、もう間もなく終わりますがね、また明日もねやりますのでね、ぜひメッセージいただきたいなと思います。明日はですね、確か糸村おじさん独り立ちっていうことでございますのでね、ぜひね皆さん、応援メッセージね、いただければなと思いますので、ね、私もね、まあ、一人でやった時のね、思い出がありますけどね、まあ、結構ね皆様からのね応援メッセージなどがあってね、励まされたものでございますので、ぜひね、メッセージいただければなと思いますね。はい、お届けしてまいりました観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課、ホテル日光有ビラ、他各社の提供でお送りしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。また明日ね、糸村おじさんがお相手しますのでね、お聞きください。それではまた、バイバイ、はじめちゃんでした。